はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、私の番号ですね。はい、えー、話は変わって私の番号になります。私の番号、はい、作ってない人は良かったです。作ってる人は気をつけてください。えーとですね、同意なしで、はい、えー、今から言います。同意なしで、あなたの情報が、はい、えー、いわゆるね、えー、国の防防関係に流れていました。 同意なしです。はい。同意なしで、あなたの情報が、はい。某の A の章に流されています。はい。えー、気をつけてください。わかりますでしょうかはい。えー、まあ、中にはね、あの、紐付け申請しなきゃ大丈夫って言ってる YouTuber さんいますけど、 違います。もう作った時点でアウトでございます。今まあ、またとんでもないことを言い出してますよね。あの、例のね。あの、なんちゃら太郎さんがね。はい。えー、ゆうのチューブとかね。あと、小鳥ちゃんですね。利用するのに、あの、前のナンバーとね。 はい。紐付けましょう、みたいなこと言ってます。はい。え、義務化しましょうと。使うにはね、えー、それを使うには義務化しよう、みたいなこと言ってますけど、アホなことを言ってくだす、言、言うんじゃないって感じです。義務化するんだったら、はい。え、義務化するんだったら責任をきちんと取ってください。はい。えー、ハッカーが入って、えー、何か被害があった時の責任ですね。そういったあ漏えいの責任をきちんと取るように。 はい。ええー、それ、責任全く取りませんよって言ってね、義務化はないでしょう。はい。あまりにもおかしいです。こういったね、ふざけたことを、はい、ふざけたことをね、抜かしていらっしゃる。はい、この方。呆れます。はい。えー、自分の言ってることが分かってないのか、はい。 まあ、そういうことをですね、えー、誰かに命令されてや,やらされてるのか。まあ、両方でしょうけど。まあ、とんでもないことですよ。はい。えー、ということで、情報は多分漏れ放題になってます。はい。そういうことです。本人の同意なしに、作ってる方。はい。作ってる方は、あ全部漏れてます。出てきました。出てきましたよー。 はい。紐付けしなきゃいいだろうなんて言ってられませんね。えー、もうセキュリティなんてないもう、当然ですからね、これね。だいたいね、管理が外部委託っていうところが間違ってますね。はい。そういうことでございます。もうね、もう呆れてね、物が言えません、私は。はい。えー、きちんとしたね、セキュリティで、えー、全部責任を取ると記載してください。 そうすれば考えます。はい。でも、まあ、責任は何があっても自分たちは取りませんよって言ってる限りは無理ですね。はい。わかりますでしょうかそういうことでございます。えー、まあ、漏れてました。はい。やっぱり、やっぱり漏れてました。で、これはね、もちろん某の AA の小でね、えー、いわゆるね、上の方法をね、衆の衆、衆、衆の衆して、 たんでね。ごめんなさいね。はい。週の週してたんで。はい。えー、まあ、使われるでしょうね。将来的にいろいろと。はい。まあ、そこまでね。ひそこまで、ね、まあ、この、どのくらいの人間がね。はい。えー、まだね、消えていないかはわかりませんけど。はい。将来ね、あの、蒸発してしまうんでね。 え、多くの人たちが、はい。えー、まあ、なのでね、えー、まあ、デトックスしてください。はい、お願いいたします。はい。食べてる人も食べてない人もデトックスでございます。はい、まあ、そういうことですね。まあ、こちらの記事もどっかにぺったんこしておきます。まあ、とんでもないことです。はい、えー、やっぱり漏れてました。はい。とんでもないです。 そういうことでございます。はい。えー、作った時点でもう終わりです。はい。まあ、あね。返却するっていうこともできますからね。はい。よく考えた方がいいですよ。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでーす。あら、肉球が、肉球がかわいいですね。はい。